マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん、今回はですね、激辛グルメ祭りをお家で開催するぞということでやっていきたいと思います。はい、マスオはですね、激辛なものが大好きでございます。昔からですね、激辛グルメ祭りっていうね、呼ばれるイベントにね、参加して、よく激辛なものを食べてね、美味しいな、辛いな、なんてやってたんですけど、なんとですね、まあ、ネットでもその激辛グルメ祭りの商品が買えるっていうのをね、発見しまして、今回買ってみました。それがですね、全部でね10種類ありまして、でさすがにね10個いっぺんに食べるっていうのは僕できないので、今回はですね2種類、その中でもね厳選してね、実際に作って食べてみたいと思います。で10種類をねざっくり紹介していくと、1つ目、ユッケジャンラーメン、2つ目大豆ミートニンニクラーメン、3つ目本場韓国の激辛豚キムチ、4つ目激辛玉ねぎカレー、5つ目超ガーリックネギスタ飯、6つ目激辛ヤンニョムチキン、7つ目トッポギ、8つ目汁なし担々麺黒ごま、9つ目地獄のおつまみ、ここ地獄のおつまみ小麦粉、あ、地獄のおつまみコリコリ耳がー。で、10個目が極上のブラックつけ麺ということで、こちらの10種類になります。ですがね、まあ、今回10種類すべてが激辛というわけではなく、ガーリックチーズパラダイスっていうね、まあ、そういうイベントも半分やっているんで、まあ、辛いのは10種類中8つですね。で、この中からね、どれをね、作って、まあ、食べようかなっていうところなんですけど、まあ、実際見ながらちょっと決めていこうかな。で、今回ね、買った激辛グルメなんですけど、このような形で冷凍食品で届きます。もうほとんどですね、まあ、湯煎したりレンチンしたりすれば、もうそのまますぐ食べれますよっていう形で届いているので、まあ、どれもですね、本当に簡単に調理ができて、家で激辛料理が楽しめるというものになってます。うわ、これとかすごいですね。真っ黒、ユッケジャンラーメン。調理の仕方はこのようなね、説明書が一品一品ついてるので、簡単に作ることができそうです。極上ブラックつけ麺、うまそうだな。じゃあ一つ目はこのブラックつけ麺にして、二つ目が、僕ね、ヤンニョムチキンほんと好きなんですよ。ということで、この二つをちょっと作ってみようかな。それでは、作っていきましょう。まず、ヤンニョムチキンから、これね、流水で解凍するんだって。のチョコのチョコがずっと見てる。かわいい。なんか落とさないかなって期待してるんですよね。よくこう野菜とかキャベツとかさ、たまに揚げたりするからさ、ダメやんこれ。え、この袋多すぎないか。ビビる。よし、ヤンニョムチキンのタレは流水解凍して、このヤンニョムチキンのチキンはレンチンするそうです。めっちゃ楽。このつけ麺の方のつけだれも流水解凍をするだけっていうね、めっちゃ楽ですね、本当に。で、あと麺は、お湯でしっかり茹でていくっていう形です。はい、レンチンします。 OK、 簡単。あと麺だな。怖いな、辛いの食べるの。僕ペヤングで諦めましたからね。あれ、一口で一口食べただけで次の日ずっとお腹が調子悪かったですからね。それではつけ麺の麺を、つけ麺の麺投入。お店みたい。どうやってスタートするんだ。使いこなせません。17分で。しゃあ、できた。うわ、すっごいいい香りしてる。なんかこれだけで今食べたいもん。辛いのつけなくていいんじゃないか。本末転倒。イエー、ヤンニョムチキンの激辛タレをつけちゃう。うわうわ、濃ゆい、やばそうこれ。うわー、すごいよこれ、辛そうだもの。はい、じゃあ次はつけだれを入れまして、170cc のお湯を入れて、うわ、なんかすごい香りしてる。なんかマー油っぽい香りしてる気がしますね。うわ、辛い、香りが辛い、これやば。で、ザルで
麺を湯煎して締めて、わでも麺しっかりしてるよ。 OK で天気落とし、お店ができそう。ういっす。で最後に麺にスパイスを振りかけたら、これ辛いのかな思ったけど、うわこれでつけ麺も完成です。やったー、やっば、どうなんだろう、やったじゃないですか、このスープ、やば、ヤンニョムチキンも、うわ怖っ怖っ、全部怖い、食べるの食べべー、噛んだ、食べよう。いやめっちゃ怖いわ。で完成したつけ麺、そしてヤンニョムチキンいただきたいと思います。うわでもね、このね麺のこのスパイスを今嗅いだらですね、魚介系ですね、だから美味しいんじゃないか説で、この麺を、はい、このつけだれにつけまして、うわこれです、めっちゃ怖い。ではいただきます。うわ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 水こぼしちゃうぐらい、でもうまい、あうまい、あでもうまいよ。正直言うとさ、あのペヤング焼きそばあるでしょ、あれはねファイナルに至ってはもうね本当辛いだけなのよ。このつけ麺は今ね一口食べてうわーって なりましたけど、でもねうまいんだよね。この美味しい辛さが好きだわ。タレをつけるのも調節すればちょうどいい辛さになるんじゃないかこれ。あのね、そばレベルでいい。このつけ麺のつけるタレはもうそばみたいにさ、先っちょっていうかちょっとつけてで十分辛くて美味しいわ。あでもいいなこれ、お家でこう美味しい辛いやつが食べれるこのクオリティでっていいですね、マジで。じゃあ次このヤンニョムチキンいきましょう。こっちはね恐ろしさしかないですよ。いただきますよ。あっか、ん、あれ辛いけどね、甘辛いレベルで大丈夫だわ。辛いけど今ねじんわりしたじわ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 ってね来てる。じわ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 めっちゃ辛くなってくるタイプのやつこれ。うわー、辛っ、でもうまい、辛うまい、うまい、このヤンニョムチキンめっちゃうまいわ。あいい、素晴らしい、このいい辛さで美味しさ、素晴らしい。辛いの得意ですか。はい、めっちゃ得意。ちょっと食べてみますね。はい、今ねマネージャーさんもいるんで、よかったらどうぞ。あのヤンニョムチキンを一つプレゼントしました。じわじわじゃないですか。めっちゃじわじわ、最初辛くないですもん。全然辛くないじゃんって思ってたら来ますよね、結構来ますよね、結構来ますね。でもねこのじわじわ来る辛さは本当にねお酒と合うんですよ。うまい、これは美味しい。でもねちゃんと食べきろう、食べるぞ。全部つけちゃった。つけ麺はね辛いよ、吸うともう呼吸できなくなりそうな感じ。うわー辛いよー。水水、辛い辛いよ、辛い。でもね辛さで言ったらつけ麺が僕の中でね10分の7辛、ヤンニョムチキンが10分の5辛かな。辛くないけど辛い。多分ねヤンニョムチキンはねチキンが美味しいから気になんないんだよ辛さ。うまい、辛い。
友達とか来た時にさ、ドッキリでこのヤンニョムチキン出してみたいわ。あらーってなりそう。つけ麺が怖え。ちょっとにしろ、つけ麺。よし。辛い。でもね、辛うまいってこういうことだから、ただ辛いんじゃなくてうまさがあるからさ、まあこれがねやっぱり、ね、重要ですよ皆さん。うまいうまい、麺も美味しい。辛い。汗が止まんない。つけ麺完食。あとはチキン。辛いの食べるとね、鳥肌立つんだよ。体がね、拒否反応してる気がする。辛いけど美味しい。辛いけど美味しい。ラスト一口。はい、ということで完食しました。いや、辛かったよ、めっちゃ。でもね、やっぱりね、いい辛さ、美味しい辛さ、これがね、この激辛グルメ祭りのいいところなんだよね。ただ辛いだけじゃない、美味しい辛さで、こういうね、激辛のグルメもネットでね、今買えたりする時代ですので、ぜひですね、お家でね、激辛のものを食べたいっていう方はですね、探してね、買ってみてください。汗がやばい。ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった皆さん、ぜひチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。ということで、以上マッソDBでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。